ゆうなやさんどうもです。かぶさん、今日の日本は冬至らしく寒かったですよ。空気が冷たい感じです。かぶちゃん食べましたよ。昼が1年で一番短い日っていうから気をつけてみてたら、暗くなってくるのがいつもよりちょっと早いような気がしないでもなかったですよ。お、感じたんですね。ベルギーも昼が短くなりますね。カブさんもカボチャパワーで頑張ってください。いや、今日忙しすぎて、なんか今電車乗ってますけど、あの昼の長さ短さ全然実感僕はしたかった。カブさん、ベルギーも風が強くて寒そうですね。ブルブルですね。日本の雪がすごいですよ。カブさん、今年もカウントダウンに入りまして、風邪をひくとつまらないから気をつけない。確かにつまんない。確かに風邪ひいたらつまんない。カブさん、今日の夜には月と木星が近づいて見えますよ。月のすぐ近くにキラキラしているのが木星ですよ。なるほど。ベルギーの夜空でもきっとキラキラより沿って見えますよ。ランデブーですね。ランデブーですね。ちょっと見てみようかな。でも今日もね、曇ってますね。怪しいな。ちょっとでも確認はしてみますけど、風も強いしね、ちょっと。ゆめっちさん、どうもです。かぶくん、こんばんは。12月22日金曜日、強風マイナス2度。おお、この冬一番の寒さです。昨日の夜中に鼻が冷たくて眠れなかったんで、暗がりの中でエアコンのボタンを押してみたのね。朝起きてびっくり。冷房でしょ。そんなことない。あんの冷房でした。そりゃ寒すぎでしょ。いや、ちょっと待って、ちょっと衝撃ですね。あのクーラーの設定が25だったんで、それ助かったわ。いやいやいや、でもそれでも他の部屋よりも冷えていなかったよ。あ、本当、なんでだろう。普段は、電気アンカーだけだったんで、今シーズンはエアコンは初めてだったらしいという。なるほど。寝ている時に足がつるとすごく痛いんで、レッグウォーマーが必須アイテムです。これで大丈夫ですよ。ちょっとね、庭掃除をするときは加圧式レッグウォーマーを履きます。背中の肩甲骨と肩甲骨の間には、使い捨て回路を貼るタイプを使っている。お出かけの時も薄手のぬくぬくタイプのレッグウォーマーと、足をつらなくて助かるね。家族にとっての防寒対策となり、使い捨ての回路を使っている。そうそう、猫ちゃんスフィンクスが普段、階段を降りようとしている姿がワラビーに見えてつぼった。ワラビーはカンガルーより小型の動物ね。それじゃまたね。あ、確かに言われてみると似てるかもしれないね。バラビーと防寒対策はね、カナダとかやったことないです。ほとんど本当にやったことないんですよ。僕の防寒対策は一番早いのはもう陸上フィギュアですよ。一瞬で温まりますよ、体。ジャンプスピンやってるとすぐ温まる、あの家の中で。北海道ってやったことないかも。あるかな、ちょっと忘れましたけど。はい、サラカエさん、どうもです。こんばんは。野菜をポタージュなどのスープにして食べる方がとてもいいですね。これなら野菜が苦手な方でもいけそうですね。私はかぼちゃが好きなんでよく食べます。かぼちゃの天ぷらなんかもおすすめですよ。柚子はベルギーでは手に入らないんですね。かぶさんは日本で柚子風呂に加えてみかん風呂の経験があるんですか。それと温泉地と、銭湯、あ、それは温泉地とか銭湯とかで体験をされたんでしょうか。私もかつてはゆず湯風呂に入ったんですが、異常な肌荒れが発生してしまったことがあり、それ以降ゆず風呂に入らないようにしています。本当はゆず風呂に入りたいんで入れなくて残念ですね。なんですが、なんか野菜が苦手な方で、なんとか野菜を飲み込むようにしていても、食べたいとお考えの方は、野菜ジュースや、長竹ちゃんぽんがおすすめです。野菜ジュースは苦味がなくてすっきりした味わいのものが多いんで、果実ジュース感覚で飲めると思います。長崎ちゃんぽんに関してもスープの味で野菜の苦味が消えてるんで、なるほど、気にすることなく食べられる方が多いそうです。確かになんか油っぽい感じがなんか逆に良かったりとか、しますよね。僕もあの料理によって人参とか好きじゃなかったりするんで、それはわかるかもしれない。でもなんか人参ゼリーとかは食べれるんですよね。なんか人参っぽくないというか、オレンジっぽい感じがするっていうか、はい、そして今日は宮城県でも普段あまり雪が降らない平野部でも一時的に雪が降りました。日本も底冷えをする寒さでした。日本海側に関しては大雨になっていて、特に北陸地方ではドカ雪となっています。石川県輪島市では今日のお昼頃から停電が続いているようで、
この寒さで暖房が入れることができないとなると、必死で相手も極寒となり、とても辛いですね。それはやばいね、確かに。ベルギーに関しても、かなり寒そうですね。風が強かったにもかかわらず、今回は遅延なしで、列車がやってきたんですね。意外とベルギーのテストは風に強そうですね。うん。あの風の強さだったらいくら日本でも列車遅延が発生する可能性があるので、何事もなかったのはラッキーでしたね。あのベルギーってね、結構ね、風が強いんですよ。結構なんだろう、普段も。だから多分、風に強いのかな、ちょっとわかんないけど。ね。そうそうそう。うん。すごいですね。確かに日本海側とか山沿いとかで、雪とかで暖房が効いてなかったらやばいですね。暖炉とか使えるようになればいいと思う。ね、使えるうちはいいんですけど。なるほど。電気が止まっちゃうともうこれやばいっすよ。カイトとかだって死んじゃうんじゃないかな。寒すぎてね。うん。昔聞いたことあるのが、北海道の人は逆にそう寒すぎるから、逆にこう暖かいらしいっすよ。でも本当に。なんかね、普通の聞いたことあります。なんか寒すぎると逆に暖かいんだ。暖かいことをするから暖かく感じるんだって。でも意外と関東とか、意外とこう、なんか寒さにこう、慣れてない地域の方が、冬寒く感じらしいですよ。うん。なんかね、どっかで聞いたことありますね。うん。そして、岸田内閣が、ここまで不支持率が高い理由は、コロナ禍とかあったからとか、ウクライナ事情の件があったからとか、そういう単純なことではないと思っています。理由としては、政策に期待が持てない、もしくは国民の意味、民意とのことばかりしていること、少し前に副大臣や政務官の辞任が相次いだことなんですね。それと、減税政策に関しても懐疑的な見方があり、今減税しても、その後の大幅な増税をするのではないかという疑念を持っている人が多かったりもします。とてもブレていて、何をしたのかよく分かんないというのも私も感じることですね。なるほど。あとなんか日本のこと好きじゃないのかなってちょっと思ったりもしますよね。なんかそんなこともたまになんか感じるんでね。何なんだろうね。不思議な気がしますけど。あと減税メガネとかもね、言ってましたよね。なんだっけ、減税メガネか。ね、日本よりニュースです。大リーグに関して話題になります。先日大谷翔平選手がドジャースに移籍することが決まりましたが、今年オリックスからメジャー調整を表明していたオリックスの山本由伸投手もドジャースに入団することが決まりました。つまりチームメイトになるということになります。今年大リーグの選手移籍で注目されている選手ナンバーが1がですね、大谷翔平選手、ナンバー2が山本由伸投手でしたが、その2人がどちらもドジャースに入団することになりましたということなんですね。なるほど。はい、ということだそうです。